アワイケースが撮影始めたらすぐに今車を来たアルマセーコゼお前は組んでしまったで黒い車やこいつないつものええー、か早く帰れそこに来んなア山マセーコに来とお前や BMW に乗って来とお前やしょっちゅう来とわからん言うて笑いよあいつも髪の毛そんど神戸三ェー331の8 6の58先の女 楽しんどんや、あいつらの場合。<ス>ずっとス,コストーカー公用違反や。で、これ。佳子さまや結婚話をしていた者たちやテレビ局とか、えー、題名が。もうあんな、あいつは見んで。だし、エイロ業界の人間は除外って書いてる。 スポーツ界にも呼びかけてる、音楽業界にも。で、天気の、この題名だけを見て天気のことだと思わんといて。違うから、全然。一応、怒らないで言ってるから。ここまでされて、本当のことが全部分かった時に、怒らないでいる方が、はっきり言って無理だから、普通の人間は。で、こっちが2。これ、動画の再生時間でみんな判断してる。 で誰か代表者とかに、えー、見させて、で、これは20分35秒。で、何日か経過してるけども、動画時間の長いところは17、24分は29秒。 長い時間は見たくない自分たちに都合がありそういうことを統計取ってる,ずっ,てるずっとこっちはでさっきの,の BMW のやつこの件にあの関わろうとすんなってあの黒の BMW に乗ってくるやつ女マッシュで黒い服着てる女やから でこの辺の地域の人間の、あの、よくない業界側に変わった人間と組んでる連中、裏付けあるから、あの BMW に乗って、まあ、そこのどこもおせやけども、黒い服着た、文服着た女、そいつらとか乗せたりして、男と、さっきの女じゃないやつ、男は運転手と。 淡井スケの前に連れてきたりとか、なんか余計なことしよう。それは今から5年以上前のことだったんだけども、カール変ールにいろんな人間乗っと、前から前から、もう黒の BMW ってもうアワイケースが介裸足残るから。この地域の変な伝統。で、他の地域もそうなのかもしれん。エロ業界が専用でそういうような考え方で生きてるのかもしれん。 あの黒い霊柩車、街中で昔、兵庫区で何回か見かけたことあるんですけども、あれはもともといろんな詳しい人たちの話では、あっち側の人間って呼ばれてましたね。あれに乗ったらあっち側のとは違う人間やわって。L 業界。で、報道ステーションも、あの、田原桃、桃って街道の名前のやつがあの、田原桃って、 若月千夏じゃないの。ちょっと前に髪の毛染めたままの状態で、あ、こいつ若月千夏だっていうのはすぐ分かって名前変えてた違う名前でできたあいつで。何しろなの、早いおろせよって言ったの。今度名前変えて。で、報道ステーションのイエっていうやつも、あっち側ですって言ったのそいつ白状して。そいつもエロ業界だった。 元戸報道ステーション。あっちらの奴らばっかり集めたやろ。テレビ局時代。無理やわ。社会体制、これでは。で、えー、今日の朝の地震だけども、もう本当なんしか逃げない。お前らの負けや。兵庫県南東部、多分、阪神淡路大震災と同じ箇所がまだ空洞化が広がっているっていうことなのかな。 細かい地震なんだけども、マグニチュード3とか2とか、まあ場合によっては4の時もある。だから震度2とか3とか、それぐらいのものが、結構ある。今日の朝ちょっと調べてびっくりしたんですけども、これね、ここまで来るともう2009年とかそれぐらいなんですけども、これね、それまでだから、まあ難しいか。 1>, 分からんか1から3ぐらいの間で発生してるのか。石川県の能登半島に関してなんですけども、ここ2、3年ぐらい前からかな、震度3、4が頻発していた、大きい地震発生するだろうなとは思ってました。秋田県ですけど採掘してますからね、順番に横に来てますから、輸送がこう空になっていって。 がが広がって、で、地面がガタンとなるで元々もともと、もう今からだともう60年ぐらい前かな、もともと新潟県で、えー、こういうふうな集合住宅がボテって倒れるようなあの地震があって、奥行きがあんまりなかったっていうのと、あと、地下を掘ってない、地面の上でそのまま建物を建ててる、地面を掘らないで。だから、 完全にあの集合住宅はそのままぼてってこう倒れているような地震が大きな地震が新潟県で発生していてもちろん震度6でその後2千0 0 5年から10年ぐらいの間に2回震度6を計測していてもう輸送はその辺も多分 空になっていて、広がっていて、で、石川県の方まで来ていて、まあ、だから、ここ近年に震度3、4が、え、石川県で頻発していた。ああ、もうすぐ大きな地震来るだろうなっていうのは、もう、なんとなくもう分かってた。もう、採掘してるところ見た方が早い。だから、そういう本当の情報を全然言わない。テレビで。あっち側ばっかり出してるから。根性ないから。髪の毛そういうのいまだにやめることできないから。で、やめたところで、 なエロってテレビ出てきたやつなんかいらんからんか癒着構造政府のでこちらはあのー、誰かの曲聴いたうんぬんとかで結婚話をなしにしてるんじゃないこちらがしてるんじゃない君たちの作ったルールや 一応、昨日の番、自分のホームページからアクセスできる曲とかをいろいろと選んでいて、うん。あどうせこの感じだったら、普通にちゃんと合わないだろうなと思って。で、それにさせないようにしてきたっていう可能性が高い。 トゲコン規模相手も一人に絞っておいてっていうことになってくる。で、動画のでの反応とかを見る限り、やっぱり過去まにしといたは無難。上夏目はなんかやっぱり一貫性がない。で、髪の毛と勤めてる人間の共通して言えること。今までホームページう、ホームページで書いホームページはあいけいすけの履歴の一番のところ、 過去逆を登って見ました。だからその名前も昔の方の過去にこうちょっとね受け止めれるような形になってるのでその言葉ってみんな生まれ持ってその名前には意味がある。でそれにその内容にこうかなり一致してくるような生き方になると思う。そして他者に影響を与える。いろいろな意味で。 結局僕の名前だとケイスケだから、ケイモーっていう意味だとすると、まあ、ケイスケの K ケっていうのは、あの教えるとかそういう風な意味合いが、あのー、強いんで,で、ここはね、あのー、この1、さっきの動画の1から3まで見てもらわなかったら、あのー、話、下に確定事項の書いてる意味わかんないでしょ。これじゃあ、はっきり言って足らないから。だって、ここを消して1時間半ぐらい喋ってる、1時間半以上喋ってる内容を、ね、短い言葉で、 10項目に分けてるでしょこういうふうな文章とかね。これ読みましたで、本当は成人様とかもここまで知ってる。で、テレビを見ていて、えー、ってる内容とかさっきも今一瞬思い出せたんですよ。で、うん。 かといって、信じたら信じたで、皇室の人。12月28日に皇居の前行っても、他の人間が断るっていう形で。だけども動画の内容がああいう風な形だった。あの動画本当に、えー、昨年29歳の動画ですかそれとそうじゃないとで、ね、話全然変わってくるんですよ。二人でキャッチボールしてる可能性がある。 でコンピューターの稼働の仕方が、淡井圭介の判断が、こっち側に精神的にこう電波で攻撃を加えたりして、寝させないような形とか作ることによって、こっちが値を上げる、今、結婚希望相手が不満があるどうこうを言ってるんじゃないですよ、ずっとお互いでキャッチボールして、どちらも淡井圭介と結婚しないで良いっていうルートを選びたがってるんじゃないの、その精神の生産されなく でね、でこれは今まで送った SD カードがテレビに向かって言う方法で絶対皇居にも伝わってるはずもうマスコミの情報はいまいち信じれないはっきり言ってだ佳子さま皇居とか政府の方が持ってる情報のは、えー、はっきり持ってるから精子の生産されなくなる薬を飲んだ人間から生まれてくる奇形児つまり障害児の,あの発生率それを調べてほしいって言ってるのでもここに具体的な数値回答年間 多分、えー、40歳以下の人間で5万人は飲まされてる毎年これはまず間違いないベッドの病床の数とあの通院でもあの僕は飲まされたように他の人間でも通院で飲まされてる人間は存在するでこれは病院を作ってしまった以上経済原理があって稼ごうとする最初から病院なんか作らなかったらいいこれ以上精神病院の件、ね、作りすぎ 個人開業院みたいな形のところも見たらものすごい数あるから日本中に点在してる。200、平均して200床ほどのベッドのある精神病院が兵庫県だけで30人ある。そんなもん以前から書いと。覚えてもらわないと重要なこと。はっきり言う。外交ほどほどでいい。同じこと。この手の話をちゃんと真面目に話し合いできないんだったら意味がない。 人口のごまかしで超交付税をたくさん引っ張り出して、公務員とかは身勝手に使っていた。もう何回も言ってきた。だ建築業界の人間とかは国会議員とかになったと。その男が長崎県の国会議員、谷川っていう人のニュース。で、長崎県に IR 法案ができた瞬間、火事の誘致とか、 ああいうふうな IR、長崎バンホームでのスタジアム。あれ、長崎県の人たちが怒らないダメなんですよ。自分たちの税金使われてるから。住民税とか上がりますよ。無理よ。他の都道府県に負担って、そのスタジアムの県とか。そのルール作らんかったら永遠にスタジアムを作るから。で、サッカーチームを作って、みんなからの税金で試合しようとするから。それ、みんなの税金。違うって言うんだったら、スタジアムの固定算税払って、 一パ税23.1%で払って、で、スタジアムの作った建設費用土地代込みで返済せえよ。サッカー選手、関係者全員、感動コーチ含めて、警察官なろうは同じや。逃げようね、結局。やることやって警察官に。だから世の中むちゃくちゃになんねやるは犯罪の方や。で、隠蔽。 精神病院。世間に公開したらやっとそれで精神病院に連れていかねえようなと。で、マスコミはそれと組んでいた。これは世の中の実態。だからテレビでた人間との結婚は最初からありえんかったかもしれん。だから、二十歳ぐらいの頃、フルーツ・ラククで、その辺りのことをかなり言っていて、それをもうえ多くの人間が集まっていて聞いていて、 結婚する相手がいるとするのであれば、その内容を区いて、はっきりと反省して、まず謝罪してきて、そこから。で、謝罪の手紙をその当時、その話を聞いて、淡井さんの言ってることが正しいと思うとか、そういった内容を添えて、手紙を送ってきた人間もいるでしょう。だけども、その手紙を全部回収して、淡井ケースが複数の人間と、淡、え、井、ー、ケースが浮気者みたいな形でテレビを放送して、噂で回らせて、その手紙を隣の209の奥田とか集めたんじゃないの あの手紙も、処分したんやろ。国とかを保有した。国が、そいつは悪党や。共産。淡井啓介に言わせたとしたら、淡井啓介にそれを言わせた人間は共産。普通国信じる、その年齢だったら。で、いろんなこと分かってきたら、国ほど危険なものがないっていうことも、よく分かる。で、国の中もその、したらあかんことを、法律でちゃんと出来上がってんのに、簡単に受け入れた人間。 そいつらを徹底的に叩き出さなかどうせもともとエロ業界と混んどった一族やそいつらは優作でずっと残ろうとする行政とか行政からの金が回ってくるところ医療機関とか建設業界とかもうほとんどやそれをどうにかせんかったら今夜の中成り立たへんこ,ここのホームページあワイケースにリキの一番のこういう文章もちゃんと まだ1番から15番だけども、日付も2月の10日ですけども、これを、ここの文章はまだ増やしていく。今言った喋った内容とか。どうしても、いつまで経っても動画で言ってる内容を受け入れようとしない連中がいるから。さっきの奴らはそう。 上野罪の声に関しても、だいぶ電波等で聞かされていて、髪の毛を、いや、だから不利が過ぎる。不利。本当に解決したいんだったら、2019年の淡井圭介がテレビ朝日の受付に行った時に、上野罪と会ってる。そこで自分の電話番号とかもう一回渡したりしたらよかった。解決するんであればね、話し合って。けども、上田裁判官の組んでる。裁判所と組んでる。 だからそういう意味でも結婚急愛で過去様にするしかないの。過去様にも言ってる。もうこの口調で言うしかない。本音で話できんかと無理や。人間関係なんか。もうエネルギー尽きてしまう。終わり。しまいっていうこと。おしまいのしまい。終わる。一瞬感じの意味わからないようになって人間。多分いると思う。さっきの言い方だったら。多分そう。外れてるわけでもない。先ほどの言い方。結構正確性ある。 説明してあげなかったら分からない状態になっている人が存在するだけ。一応言っておく。禁止すぎたら分からなくなる。で、裁判所で自分で裁判を開いた人間が法廷で裁判官にちょっとぐらいの言葉遣い間違えても意味が分かっていたらいいですよねって。やっぱり感情的にさせられたりしたら、あ、あとこの辺のところで、これね。 このマークつけた人間とか調べれます政府の方で。これ本当に調べた方がいい。何か都合の悪いことはある人間やこれもわかる、大体。えー、っと、か、それここ。多分同じ人間。同じ人間。で、あとは動画で、ミワっていう人間の動画を見たときに、あの、曲ね、まだライブでの あのライブというか、あれかな、何日から放送するっていう形でショート動画があって、それをクリックして、どんな曲だろうって、その前に髪の毛めちゃめちゃ染めてるやんっていうことで、こんなもんどこの誰かわからへんし、これはどういうことかなと、あの以前の、えー、っと誰それとの結婚した話云々に関して、それを青井圭が進めてきたのが気に入らなかったっていうこと、わからんのよ。 それで髪の毛をヤンキー化しまして染めたって。髪の毛染める口実を探したらいようにしか見えへん。で、えー、その、えー、曲の動画が昨日アップロードされて、公開されて、一応聞きました。で、その間、心の声で、AKB か坂グループにいたっていうことを聞こうとして、返答、はいって言いそうになったのかなわからない。これは聞こえてなくても人間はそういうふうに動くときあるから。 これは本人からの事実確認が必要なんだけどもその瞬間に違う映像い入れられてるだから未来からの声が聞こえてきてから、えー、映像を加工されてるから本当はプロモーションビデオって本当本当だから逆なんや先に作ってるやんと思う人いるやろ未来からの声を、えー、重要視してるからバレたらっていう部分があるから現場に聞こえてるから こっちの時間軸で加工してるんじゃないの向こうの時間軸で加工していて、向こうの時間軸で既に聞こえてきてるの。だから、わからんこれ。あの、未来で、淡井圭介の方が未来の方で動かされてる可能性があるから。どちらも多分できると思う。神かかり的な力の世界で言うと。で、こういう口調で言いたいことを言えるときの方が、的確に確実なことを言ってる。 敬語を気にしなかったらいいだけ。敬語っていうのは、正直言うと、奴隷化を求めてくる言葉。それが法の世界の軽犯罪法の礼儀の部分で使用されてるんだと思う。ダルビッシュも、ワールドベースボールクラシックのあの総集編で、どんな言葉を事前に言っていて、で、ワールドベースボールクラシックで、 いいまいち抑えることがで、きなくてでその前の年の成績が、つまり2022年ね。今までどういう言葉を言ってたかっていうところで、いつぐらいの頃からその方向で行きはあの進め始めたかっていう友達っていうワードで敬語じゃなくてもどうにかしようとしてたの。あれ違うから、僕の方で敬語を使って、僕が頭の中を差し出すような形にして、君たちが上位、もともとは淡井スケの方が上位なんだけども、 上位の人間が、その人間をさらに上位と認めることによって、他の人間よりも上位に持っていってる。ただ、それはもうあんまり強せへんわ。無理ある。その成績、う々とかもね。もともと、そのうん、オリンピックもそうだけども、 世界記録っていうものは他者の力借りてなかったら無理なの、一人じゃ。でそれ認められん人間は、根性ないとかのレベル通り越して、がめつかったり、社会のことよく分かんなかったり、もしくは、自尊心とかじゃなくて、 結局自分の取り分云んんとかでそうなっちゃってるんじゃないのっていうことなんだと思う。今それをダルビッシュに言ってるんじゃなくて、だからあの年俸の話も何回も言ってるけども、どうせそんな金額もらってないっていうことね。ああのある笑わすための金額だと思うけども、ね、聞いて笑ってる。いつも、ああいう風な映像出てきて。で、で、 ただ、今言ってるのは、ダルビッシュ有の性格を否定してるんじゃなくて、彼も彼なりに、あの、解決方法を模索していって、友達っていうワードで、その敬語じゃないとき、頭の中まで敬語っていうのは、これは本当にハードル高い。本当に。それがあんまり僕は本当は正しいとは思わない。他の法律を用いることによって。それは人権をないがしろにする。奴隷制度であると。だからもう、ただ、外から敬語なしで、 この、僕に向かってね、あのー、喧嘩売ってくるやつとか、あれ違う、あれは違う。で、さっきの女、えー、黒い、えー、BMW に乗ってた女、もうあいつはあの行動いつもしよう。で、あいつの口座とか差し押さえたい車も。それしたい。そしたらもうあいつは、ああいう行動できなくなる。車を持ってるから、お金持ってるから、あの行動しちゃうのよ。誰かはお金流し込んでるのよ。そこの羽生誠骨に仕事させなかったらいいじゃない。 簡単でしょ行政を動けば。はあ。まずいね。あのー。まあ、もちろんこれ。 国会議員の人たち宛にも、えー、見出しつけていると思いますけども、申し訳ないですけども、このままちょっとあの敬語なしで話しさせてください。あのー、その方が喋りやすいのと、忘れない喋る内容。さっきのあのー、地震の兵庫県の一覧表を見てもらったと思いますけども、兵庫県南東部の地震の発生してる回数ね。多分やっぱり、あのー、 南東部だから兵庫県。南東部って言ってもう兵庫県自体が広いですかね。だからまあ、川だと思うんですよ。じゃあ、停船、向こう側、停船、向こう側、向こう側ですね。向こう側のあたり。だから撮影しに行っていて、水が明らかに抜けてるから、それで地下空洞化が広がってるんだと思いますね。その要素は非常に高い。で、去年、去年、あんまり 何ヶ月も離れてない時期に笹山市の方で地震があったんですけど、神戸市の北に三田市があって、その北に笹山市があるんですけども、大雨の後なんですよね。で、去年も京都で震度4の地震が2回計測されてるんですけども、大雨の後なんですよ。河川の底から水が抜けてる。で、その中で空洞化が広がってる。でも、深さなんかもうどんなものかわかんない。これはもう。名前一回同じこと言ってるのに、河川の底をコンクリート敷いたらいいだけ。河川水門開始弾発電は早く、 え、進めて、水せ、き止められますから。河川の底はコンクリート行くのが簡単。あのグランド鳴らすトンボで、一人で一日100メートルぐらいは進めるから。それぐらいいかんかったら、もう仕事しないと同じよ。100メートルも進めないよ。だったら、あんな川幅。横幅十10メートルぐらいしか上流のところほとんどないもの。幅広くても20メートルぐらい。もうさ、100メートルぐらい進まんかった話にないよ。だって、普通のグランド整備、ね、内野の面積とかだったら、 15分あったら1人でできるでしょうえ。あれ、同じところずっとくる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 回って、本当に5分あんなに人数かけてて、ファーストはファーストの回りで、セカンドはセカンド回り、サードはサード回り、あんなもん1分で終わるでしょう。誰か終わりって言わなかったらすることないし、なんとなくさ早く終わったらサボってるように思われるかもしれないから、同じとこぐるぐるくぐる,ぐる回ってんの。1回ならした終わりや、それで。ある程度平行になったらいいから。 も国が全然動かへん、ここまで的確なこと言っていて。一応、大越しアナウンサーとかは、淡井圭介と同じ意見。それは、ちゃんと動画を見て、水がとこそこで抜けてる、さっきまで流れてる量がどれぐらいだったっていうのを、自分の目で確認してるから、動画で。多分。あと、淡ケ圭介が言ってる内容と、状況、照らし合わせた時に事実であると。そこまで、動画をしっかりと見てない人間ばっかりだから、 淡井圭介の情報量が途中でめんどくさくなった人間とかは、話についてこれない人間だから、淡井圭介の指示従わなきゃなんないよ無理なの君たちの能力じゃ低いから。努力も。もう特にそこ、春山生骨に集まってきてるやつあんな風な金の回し方してる人間なんか、もう能力なんかもう小学生以下かもしれんから。知能指数。 ええー、とにもかくにも結婚希望相手、過去様に固てええー、そうじゃないと、神なく染めてる人間の方だと無理なんだと思う、根本的に。で、宇賀なつみは裁判官と組んでるとこを見たし、で、この、本当は過去様も、えー、完全に皇室だから、最高裁判所の差を決めるのは天皇陛下だから、本当は無理なんだと思う。だけども、僕は結婚希望相手を一人に決めなさいって言われているから、そうするしかない。 言ってたのは、貴子様。だから体調不良になってる。これが本当の話。で、今、貴子様を責めようとしてるんじゃなくて、僕はこの、その1からね、3までで言ってる。全員に対して電波の声やめたらいい。簡単なこと。それこそ法,法のもとに平等。法のもとに平等。で、多分コンピューターの電波とかが、 その平等を多分受け入れないんだと思う。社会的地位が存在することによって。だと思いますね。かたや法律がある。話を詰められる。そういう現象がある。こっちも逃げ場がない。殺される、本当に。2時間。睡眠薬飲んで2時間で起こされてる。 さっきの29音ちょうどぐらいにこの辺から声聞こえたの。それは音声出てます出てないテレビの場合は僕からのここの声とかは表現されてないですよね。音声として。それと同じ仕組みで、この辺からずっとごちゃごちゃ結構な音量。で、まあ安倍晋三さんの声で、まあ他の国会議員の人も何人か国会で言ってますけども、こんなルールだったら、その、 いうう部分ももそうなんですけども自分たちの立場でもその陛下と喧嘩になってしまうってだから皇室会議や皇室経済会議でもうあの喧嘩になってしまった例とかあるんじゃないですか。<laughs> じゃちゃもうテレビ局合併したらいいのよ。 で、明け方と夜中の番組全部なくしたらいいのよ。にしゃに合併で。これあとは脱いだ、エロ業界側の人間全員テレビで出さないようにしたらいいねん。名前変えたやつとかも含めて。これで人生で簡単にできるから。ちょうどいいよ、それで。男でも変なのおるから。まあ、わかりやすく言うと、なんとか仮面っていうやつの。 あんなことするやつ、もう絶対まともなやつじゃないって。そんな役までして金稼ぎたいって思わへんから。で、一番の動画を、これね、逃げてる人がいるけども、家の前のそのインターホンが潰れていて、 その、大きな声で呼んでもらうか、えー、ここに電話かけてくださいって電話番号書いてる。その内容映してる。だからそれを見てないことによって知りませんっていう形に持っていきたがってる人間。その数の差を見たらわかる。12人か13人。13人だと裏切りのユダの子。13人の人。<laughs> ユダにした従きました。 まあ笑って、だから、うん、強い弱いがあるから、自然と敬語じゃなくなる。で、数に物を言わせて歩いている人間が敬語じゃないのは、一人で歩いている時に敬語なしで、粟井圭物を言えるかって、粟井圭介が強い状態の時でどうせ言われへんから。 そいつは数おるから、調子乗っただけ。もうその姿、テレビで公開しちゃいねん。逆に、4対1の時、そいつ一人で何って言い返してんのって。それテレビで公開しちゃったよ。それでそいつの値打ちがわかるから。喋る言葉の内容。でももう本当に、もちゃくちゃなこと言ってきている連中とかいたら、やっぱり怒ると思う。 あれ耐えろっていう方向性の話もそれもそれで警察官も言ってることおかしい無理やと思うずっとお前ナポリ殺しにされるとかだずっといじめられとけって言ってると同じやからやっと他にも今日の朝で電波で聞こえてきたのはまあこれも突然確か動画であげたはずだと思うんだけどあげてなかったかなカわるガーでいろんな人間がまた違う人間が来てる でさっき車とか撮影されたから先き人間が中に入っていった車の音聞こえたから多分この木が邪魔本当にすぐ撮影できるようにしといた方がいいあるあった次ほらすぐ集まってきよう出勤するなら15分前やしその建物もともと判例あり2003年に解体されと何回も言ったで 知らんふりすんなよ。もともとそ2003年の頃とか、いや、もっと前、えー、2000年かそれぐらいかな、それよりもうちょっと前の春山整骨院の建物があったとの幹部の人間が、結局働きに来てるから。はあ 分かっててしてる。その証拠を撮影しちゃダメだって言ってる警察官の方がおかしい。その警察官を捕まえなあかん。本当どう考えてもそう。で、この間の日に誰かが来てるんだとしたら、その嬉しそうな声で。 声を上げてきた男性老人が元警察官だったら完全に犯人や。エロ業界と組んでた警察官や。その男には叱っていいよ。で、こっちが怒るのも無理ないや。で、これを今言った内容を警察官は覚えへん。こんな無茶苦茶な世界ないって無理や。無理なものは無理。以上。